朝鮮コンピューターセンターは、朝鮮民主主義人民共和国のコンピュータ技術、IT 技術のための国営の研究、開発機関、金日清主席と金正日と金正男の主導で、1990年10月24日に創立された、平壌安島原大区域にある、平壌コンピュータ工業としても知られているが、正しくは、 繊維メーカーであるピョンヤン宝石との合弁会社であり、誤りである。朝鮮コンピューターセンターは、参加に、開発部門及び、生産部門と、品質管理センター、情報サービスセンターなどの開発支援部門と、北朝鮮国内に、ピョンヤン情報センター及び、角道に、地域情報センターを置き、操作システムとネットワーク、操作及び信号処理、生態情報処理、 情報保安をはじめ各分野のソフトウェア及びハードウェア製品を開発、生産、普及し国内の重要なソフトウェア開発を支援する活動を指導する役割をしている。また、朝鮮コンピューターセンター情報技術大学や朝鮮コンピューターセンター博士院、情報技術講習所などの参加の要請機関で技術者を人材要請している。 1> 約1200名の労働者が勤務しており、約800名の研究者で構成されている。このうち100名は、博士号所有者である。朝鮮コンピューターセンターは、ドイツ、中国、シリア、アラブ首長国連邦などに支社と合弁会社、販売所を置いて、対外市場に進出しており、国内外の有名な情報技術関連会社、科学研究機関との技術合弁及び交流を、 推進している。数年内に操作システム及び応用プログラムの開発とコンピュータ応用ハイテクの開発及びサービス分野において世界の先進水準に到達し世界市場での地位を占めることを当面の目標としている。パーソナルコンピュータ向けのソフトウェアを製造・販売している。中でも囲碁ソフトや将棋ソフトは銀製シリーズとして 日本国内で販売されるなど、その製品の品質が好評である。近年、ISO9001 品質管理システムを導入した。朝鮮コンピュータセンターでは、低新省の検閲と管理の下 WWW へのアクセスが認められている部署があり、北朝鮮内で最も開放的な場所の一つとなっている。2004年より、ウェブサイトのネナラを運営している。 レッドスター OS ハットサイバー戦争革新 KCC 金正雄氏が設立主導中央日報2016年9月29日閲覧 n k j ョスン h t t p n k c h o s u n c o m スラッシュニューススラッシュ ar-t-i-c-l-e-v-i-e-w.html 愛読のイコール67642018年1月6日、閲覧。北、に、美。連合ニュース。2018年1月6日閲覧。ハンギョレ。 2018年1月6日閲覧。ポール・ジーア、ノース・コリア、アン・アップ・アンド・カミング・アイティ、ー、アウト・ソーシング・デスティネーション。38ノース、スクール・オブ・アドバンスト、インターナショナル・スタディーズ、ジョンズ・ホップキンス・ユニバーシティ。2012年5月6日、閲覧。D、G、ジーン・エッジ、ノース・コリア・ S、デジタル・レボリューション、アンダー・ウェイ。 aphttp w w w h a f f ン n t o n p o s t c o m 2011-07-25デジタルレボリューションノースコリア N908368 HTML2012 年5月6日閲覧ありがとうございます